話があるんだが。はい。これは幹部の中でもごく一部の人間しか知らないことだが、沖田さんはある病を抱えている。君もそれは知っているな。こんな冗談みたいな話、誰にも言わないよね。知りません。本当か？はい。君は信頼に足る人物のようだ。一つ頼みがある。俺に何かあった時は、俺の代わりに沖田さんの看護に当たってほしい。何かって、それってどういう意味ですか？他の者には頼めない。彼の病気について知っていて、医術に明るいのは君だけだ。これは？松本先生の指示を受け、体内の病人や怪我人の治療法をまとめたものだ。山崎さん一人でこれを？俺が留守の時は、これを見て対処してやってくれ。局長と副長にも話は通しておく。私、お手伝いだったらいくらでもします。でも、山崎さんの代わりはできません。ああ。頑張ります。よろしく頼む。坂本が切られた？原田君。坂本が切られたところに、あんたの刀の鞘が落ちていたらしい。なんだ。佐野さんが坂本龍馬を切ったんだ。僕も呼んで欲しかったな。バカ言え。俺の鞘はここにあるだろ。つかおめえ、寝てなくていいのかよ。少しは起きてないと、寝たきりになっちゃいますよ。ま、何にしてもだ。新選組の仕業にしたい奴がいるってことだな。慶応3年10月、大政奉還により幕府と朝廷は新しい時代を迎えた。だがその一月後、歴史の立役者であった坂本龍馬が暗殺され、新選組もまた否応なく時代の大きなうねりに飲み込まれようとしていた。ちょっと集まってくれ。斎藤？なんでここに？本日付で、斎藤は新選組に復帰する。どういうことだ？斎藤君は、都市の命を受けて、患者として伊藤派に潜伏していたのだ。ああ？なんだ、はじめ君。僕に内緒で、そんな楽しいことしてたんだね。近藤さんたちも人が悪いや。極秘だったのでな。黙っていて、みんなにはすまんことをした。よかった、斎藤さん。お茶を入れてきます。ああ、うんと熱いのを頼むぞ、雪村君。はい。伊藤派の動きに関してだが、新選組に対して明らかな敵対行動を取ろうとしている。敵対行動？伊藤のやつ、幕府を失墜させるために羅刹隊の存在を公表しようとしてやがる。坂本暗殺に原田が関与しているという噂を流し、新選組を陥れようとしているのも奴らだ。なんだって？伊藤貸したろ、小賢しい奴だ。差し迫った問題がもう一つ。ん？伊藤派は新選組局長の暗殺計画を練っている。近藤さんは？というわけだ。伊藤さんには死んでもらうしかないな。ご両栄治と事を構えるということか。やむを得まい。平助はどうすんだ？歯向かうようなら切るしかねえだろ。土方さん。皆さんは平気なんですか？そんなわけがなかろう。都市だって本心では助けたいと思っているんだ。
俺たちだって平助には戻ってきてほしいぞ。すみません、取り乱してしまって。五両英治はこれで終わる。平助を助けるなら今しかない。あとはよろしく頼む。ああ。ところで僕は誰を切ればいいんですか。おめえは寝てろ。その体で何ができる。恨みますよ、土方さん。先生、本当にお一人で行かれるのですか。ええ、せっかくの近藤さんのお招きですもの。楽しんでくるわ。長州の動向を探るために必要と用立てた金で自分たちの寝首をかかれるとは、新選組も哀れですね。あら、滅多なことを言うものではなくってよ。300両でよろしかったかな。ええ、確かにお預かりいたしました。長州の動向調査しかとお頼み申し上げましたぞ。お任せください。よし、では堅苦しい話はこれくらいにして一行参りますかな。え、平助。はじめくん、どこ行ってたんだよ。ここんとこ姿見かけなかったからみんな心配してたんだぜ。ちょっといいか。それがそうなのよ。あ、というと例えばどのような。外国から多くの銃を取り寄せて洋式の訓練を積んだ部隊を作っているのよ。おお、新選組もいろいろ道を考え直した方が良さそうですな。伊藤先生が切られた。新選組の奴ら。行こう。待て、これは罠かもしれん。臆したのか。頭をやられて黙っていられるか。千鶴。平助くん、元気そうね。はじめくん、お前がどうしてここに。どうしても伝えたいことがあってきたの。平助くん、新選組に戻ってきて。なんだよ、いきなり。お願い、何も聞かずに新選組に戻ってほしいの。じゃないと平助くんは。はじめくん、これどういうことだよ。伊藤さんは近藤局長を暗殺しようとしている。そのことを新選組に伝えた。そんな嘘だろ。なんで伊藤さんが近藤さんを殺すんだよ。伊藤さんは薩摩と手を組んだのだ。伊藤先生、伊藤先生、カモヤ、こっちだ。おのれ新選組。貴様ら、騙し討ちとは卑劣だ。よくも伊藤先生を。こっちは売られた喧嘩を買ったまでだ。平助くん、お願い、今ならまだ間に合う。東堂、早く来い。何かあったのか。油工事で伊藤先生が新選組にやられた。平助くん、平助くん、行っちゃダメ。
前、見たことがあるぞ。新選組のものだな。なんだと。斎藤、行け、行きな。はい。待て。斎藤、貴様、裏切ったな。消え。早く行け。あとは俺たちが仇を取ってやるよ。よう人間、遊びに来てやったぜ。なんでお前らがここに。なんでって、まあ仕事だよ仕事。頭の悪いお前らが罠にはまるのを見物しに来たってことさ。よくもまあこんだけ集めたもんだ。風邸からすると薩摩の連中だな。不意をつくような真似は詫びましょう。だが我々も一応判明に従う必要がありましてね。お前はともかく知らぬ。てめえは長州の関係者じゃなかったか。収支替えでもしたんなら笑うとこだけどな。あいにくと薩摩長州は仲良し小良しらしくてな。誰かと思ったら、よくここまで来られたものだね。ご安心を。いつぞやのお礼に参っただけです。お礼？なんで君がこれを。高堂さんからいただきました。高堂さん、ねえ、君とはどんな関係なの。私の父です。そして千鶴は私の双子の妹。私たちの聖家が倒幕の誘いを断って滅ぼされた折、千鶴は高堂さんに、私は土佐の南雲家に引き取られて離れ離れになってしまったのです。じゃあ君も鬼なんだね。冷静ですね、沖田さんは。病のことは千鶴に聞きました。この落ち水を飲めば虫歯まれた体も治ります。あの子は僕の体のことを人に話したりしない。誰かに言ったら切るって約束だからね。今のあなたに戦えますか。僕はまだ戦える。新選組の方々に一つ提案がありますが、そこにいる雪村千鶴君をこちらに預ける気はありませんか。そうしていただければ
皆さんを見逃しましょう。なんだと。決して悪い取引ではないかと。この戦力差、戦うのはお勧めしません。雪村千鶴、我々の提案を受け入れるか否か。私は。私がそっちへ行けば、みんなを助けてくれるんですね。千鶴。かっこよかったぜ、チーズル。あとは俺たちに任せな。原田さん、長倉さん。来い。こいつを渡して流らえるくらいなら、お前ら道連れに果ててやる。かっこつけやがったよ。平助、何突っ立ってやがる。佐野だけにかっこつけさせる気か。新八さんも佐野さんも、前からそうだったよな。喧嘩の時はよ、いっつもそうだ。俺の都合なんて関係なく呼んだりしてさ。そりゃお互い様だろう。平助君。こうして3人で喧嘩すんのも久しぶりだな。平助、久々すぎて腕がなまってねえだろうな。佐野さんや新八さんに心配されるほど落ちぶれてねえよ。天霧、お前は俺が倒す。単身私に挑むつもりですか。いやでも付き合ってもらうぜ。平助くん。千鶴、見上げた度胸。